ボートレース2のビーナスシリーズ第14戦ボートボーイカップシリーズ初日もこのレースからポイントアップレース第11レースは予選特選です。目立った動きはありません。インコース1号艇日高いつこが向かっています。2コースは2号艇大沢マナ、日高大沢とも今日前半3着で船券に貢献しています。3コースは3号艇勝浦真帆は今日の6レース4角からまくって1着です。4コースは4号艇浜田ありさ7レース逆転で2着に入りました。5コースは5号艇平田さやか今日のオープニングレース逃げて勝っています。6コースは6号艇深尾智恵このレースはキャブレタを交換です。角1は4コース4号艇浜田が取って3対3と2つに分かれました。1号艇日高いつこ人気の中心です。人気の相手とした4号艇浜田3号艇勝浦と票が集まっています。大時計は1分進から12秒進に動きが変わるところです。第11レースの予選特選スタートまではまもなく残り10秒です。内側から1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。インから1号艇日高センター3号艇勝浦4号艇浜田も好スタート。逃げる1号艇日高サス2号艇大沢3号艇勝浦は来るか間からは5号艇平田6号艇の深尾4号艇浜田が続く。トップラスいいですが間2号艇大沢内側から4号艇浜田がヘッサーキをかけるか相当から1号艇日高が食らいついてスタートは正常です。2マーク4号艇浜田握っていったのは2号艇大沢内をつく1号艇日高になっています。セントラスイは外2号艇大沢内側から4号艇浜田が並んでくる。3番手1号艇日高の順です。1マーク内側から4号艇浜田ありさが先まる。ここでも握り込んでくるか2号艇大沢小回りする1号艇日高になっています。ここで振り切った4号艇浜田ありさが先頭2番手2号艇大沢が一定身リード。内側から1号艇日高が3番手から食らいつきます。第2ターマークは4号艇浜田ありさトップ2番手らしい内側から1号艇日高が先丸が差し返す2号艇大沢内を救った2号艇大沢外1号艇日高現在2番手わずかに2号艇大沢の優勢1号艇日高が一定審査3番手最終周回です。1マーク2番手らしい内側から2号艇大沢優勢に回ったところをつくか1号艇日高になりますが外を回るんですが3番手2番手は2号艇大沢優勢3番手1号艇日高の順上位は4番2番1番です。3連単4二1番手100号艇7番になります。ラストマーク4号艇浜田ありさ初日は2着1着でまとめます。2番手2号艇大沢3番手1号艇日高の順4二1先頭4番浜田五輪2番大沢五輪1番日高が五輪5番平田6番深尾3番勝浦五輪です。しました浜田ありさ選手にお話を伺います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。こう自分の考えるような想像通りのレースにはなりました。でも1マーク迷っちゃったんですけど。そうだったんですね、はい。うん、でもまあ、はい、3号手が勝ちゃんだったので、はいはい、絶対行くと思ったので。あ、なるほど、はい、刺しました。わかりました、はい、ではレースを振り返ります。まず角になりましたのでスタートに関してはしっかり行かないとっていうのはあったんでしょうか。うん、いやでももう特訓からずっと早いので、はい、行けば絶対切っちゃうと思ったので、ええ、もうしっかり、うんうん、あの自分の行ける範囲で、はい、全速で行きました、はい、迷ったんですか今の。なんか、はいはい、上行こうかなって迷っちゃったんですけど。迷っちゃったんですか。いや前半も迷って失敗したので、ええ、ちょっと待てなかったので、はい、今回は、はい、しっかり待ちました。あ、そうですか、はい、そして届きます。はい、これ伸びていくんですか。 なんかですか前に 進み具合がすごいスムーズ。そうですね、はい、いいと思いますっていうんですかね、はい、だからターンして向いてすぐ、はい、もう進んでると思います。あ、はい、そうですか。かかりもいい。かかりもいいです。はい、じゃあ思うところに自分の船は向けられる感じなんですかね。そうですね、はい、操縦性はいいと思います。あ、なるほど、はい、そうなると結構レースしやすくないですか。そうですね、はい、いつもあそこのバックの伸びはないんですけど、うん、今節届いてるので、はいはい、そこもいいので、はい、いい足してると思います。じゃあつながりもスムーズなんですね、はい、
今日2走しました。そう、前半戦ね、はい、ちょっと迷って失敗しちゃったってお話ありましたけど、はい、競った感じっていうのはどんな印象でした？競った感じも、うん、はい、ちょっと余裕ある感じで、はい、レースはしやすいです、うん、はい、全体的に良さそうですね。な気がします。わかりました、はい、明日ね、通行ドリームがあるんですが、はい、まあ、どうやら2走になりそうと、はいはい、いうことなんですけれど、はい、調整面としてはどうでしょう？ペラーの下がりを、そうですね、打撃をつけて、うんうん、はい、もうベースは今日の感じでいこうかなと思います。わかりました、はい、では明日のレースに向けてファンの方に一言お願いします。はい、本場で浜田のタオルを振ってくださってありがとうございました。明日からも頑張ります。浜田有沙選手にお話を伺いました。明日も頑張ってください。はい、ありがとうございました。浜田選手のウィナーインタビューでした。11レース予選特選の競争戦績をお伝えします。1着4番浜田有沙選手、2着は2番の大沢真奈選手。